本日からペインペイン開始。本日から従来の通貨の代わりに痛みでお支払いをお願いします。タバコください。税込み600ペインです。ペインペイン。このように痛みを数値化できるようになったことでこの制度は始まったんだ。でもどうして痛みを通貨に？いい質問だね。それは今までは労働が痛みの代わりになってたからだよ。どういうこと？これを見てごらん。これまでは労働で苦痛を味わった代わりにお金をもらい、それで買い物してたんだ。なるほど。苦痛を数値化してたものがお金だったんだ。だから苦痛そのものが数値化できればお金は不要ってことね。そういうこと。とっても賢いね。生産より労働が目的化した後期資本主義はその実態を失い形骸化の一途をたどるばかりだったけど、これなら安心だね。私のパパは憧れのマイホームを苦痛38年ローンで買ったよ。一括払いなんてしたら即死だからね。これが痛みを分割払いしてる今のパパの姿だよ。こんなにでも本人は幸せそうなんだ。僕が大人になったらなるべく物欲をなくし痛みを伴わない生き方を選ぶよ。ちなみに来月からの増税により暴力の数も増えます。タバコください。税込み800ペインです。増税きついな。みんなもペインペインでたくさん買い物しよう。ポイントも止まるよ。